皆さんこんばんは、山本誠です。今日はどこの家でもある冷蔵庫で節電できる方法をお伝えします。家庭にある様々な電化製品、それぞれもちろん電気を使用しますが、中でもエアコンと並んで消費量が多いのが、そう、一年中スイッチがオフになることがない冷蔵庫なのです。家庭の中の電気器具の中ではスイッチが入りっぱなしのもの、どのような電力消費量があるかいうことで、1週間のデータを取って新しい冷蔵庫と古い冷蔵庫が電力使用量がどのぐらいあるかいうのを調査をしたんです。団体の調査では、10年前の冷蔵庫は年間およそ6500円ほど電気代が高くなっているそうです。年から年中使うんで、ある程度年数が経ったら新しいものに変えた方が経済的にはお得ですよいう。だけどやっぱり20年ぐらい使いおるいう方もおられます。そしたらもう電気代の方が必ずもう累積をしていったら、新しい冷蔵庫が買えるぐらい電気代が余分がかかってる。買い替えはすぐには難しいという人には、詰め込みすぎをやめると年間約1180円の節約になるそうで、その他にも設定温度を適切にすることや壁からの間隔を守ることで節電になるそうです。また小林さんは食品ロスの観点からも、定期的に冷蔵庫の中をすっきりさせるといいと話しています。明日も環境問題の取り組みをご紹介します。